で、先ほど、プロのスポーツ選手から電話があって話した間で言うと、当然ながら自分と話してる間はめちゃくちゃポジティブですよね。ネガティブなことは一切会話の中に出てこないわけですから、その彼からしたら、やっぱりアヤムさんと話すとなんかちょっと、やる気なんだよね、みたいなのが最後出てましたけど、そこ？じゃあ、チームとかそういうサポートしてる人間関係の中で、100%ポジティブな人いるかって言ったら、なかなかいないんですね。なんかいろいろチャレンジしようとしたら、まあ、なかなか難しくね？みたいな話が出てくるわけですよ。で、それを、ゼロにして、絶対できるよってね、方法あるに違いない。で、新しい練習法を考えようとか、そういうことを、言います。そうすると、何十分か、1時間もかかってないですけどね、3、40分の電話の中で、なんか大きなヒントをいくつか見つけたようなんで、そういうことなんですよね。ポジティブの中から未来を思いっきり切り開くヒントが出てくるんですよ。それは脳がそういう状態になるから。全く見えてないものが見えてくるっていうことは、そういうこと？ネガティブっていうものが混ざってくると、やっぱりそこが閉ざされてしまうんだと思うんですね。だからめちゃくちゃポジティブにしてっていうのは100%ポジティブな状態にして、それで未来をどうやったら切り開くことができるのっていうことを考えれば脳は勝手に見つけ始めます。で、それがコーチングセッションの中の30分とか1時間の中に起きる現象なんですよね。それ自分の一人だけじゃなくて、もうコーチのセッションの中でずっとそういう対話の中で、そういう空間にいるから、やっぱり脳は、一気に、いろんな作用を出してくるということですね。アイデアを出してきたりとかですね。こんなこと青山さんに相談することじゃないんだけど、出てくるわけですよ。今日も終わったんだけど。実はこういうことが実は今課題なんで、なんとかして、でもこれメンタル領域、マインドの使い方の領域じゃないんだけど、でも青山さんにちょっと言っときたいんだけど、って言って、もういいよ別に、って言って。で、話をして相談に乗りました。で、喋ってるうちに自分は中途半端な理論にはやりたくないんで、そういうのを研究してますからね。誰か第一人者なんとか見つけなきゃいけないと思ってます。見つけよう見つけようってね。じゃあ自分もね、できる限りそういうのを他の領域でのスポーツサポートもしてるんで、そこからも入ってくる情報があるから、一緒にそこも探してみましょうか、みたいなね。でも逆に言うとそういう情報をお互いに持ち寄って、また次に向けて、やっていきましょうみたいなことも出てくる。それだからメンタルコーチとかね、マインドの使い方を超えてるんですよね、コーチングがね。だからそれはそういうことができる相手だというふうに、選手側が知ってて、もちろんそこは専門家ではないにしても、何か語ることによって何かヒントが出てくるに違いないという期待があるわけですね。とんでもない、なんて、信頼関係ですね、自分で言うのもなんですけど。全然関係ないね。走り方とかね、なんか体の動かし方とかについてもちょっとディスカッションしたいんですけど、みたいな。でも、自分はかなりそういうところも、結果として、ここ、もう何年やってますね。4、5年スポーツ関係の選手とやり取りしてるので、各領域も様々ですよね。いろんな情報入ってるんで、そこで、その領域で全く言わなかったような情報が、例えば話あったよみたいなことをポッと言うだけで、じゃあちょっとやってみますとかね、そういうのがやっぱヒントになるんですね。だからそういうのもスコットも外すという意味では、非常にうまく使ってくれてる選手の一人だと思いますし、今日話してる、感じで言うと、もう圧倒的な結果を出すかなというふうに思ってます。自分で言うのもなんだけど、やっぱコーチついてると違いますからね。そういうことですね。だからセルフトークのコントロールも実はそのセッションの中は、徹底的にポジティブ100%になっちゃう。ゴール達成が100%確定するんですよ。確信とかじゃないですよ。確定するんですね。ゴールが確定します。コーチングセッションの中でね。その状態で言葉を交わす。もうセッションの中で言葉を交わしていく。このキャッチボールがあるわけだから。そりゃまあ、いろんな反応が出てきますよね。結果出ないわけがないという感覚はそこで出てくるわけですけども。ということで、セルフトークはですね、結局、コントロールしなかったらどうなるかってことをもう一回考えてみるといいと思うんですね。コントロールしなかったら、なんとセルフトークに、我々コントロールされちゃうわけですね。何度も言いましたけど、セルフトークをコントロールすると、セルフイメージが決まってくる。セルフイメージが決まってくると、コンフォートゾーンが決まってくるんですね。だから我々ゴール側のゴールを達成した時にいるコンフォートゾーンを正にしたいわけだから、ゴールを達成した自分だったらどんなセルフトークをするのってことで、セルフイメージを決めてコンフォートゾーンをそちらに貼り付けていくわけですね。じゃ逆にコントロールしなかったらどうなるかっていうと、このセルフトークの元はどこかですよね。なんと我々まあ生まれてからっていうかね、ずっと生活してきてる中で、外側からこう語りかけられた言葉が自分のセルフイメージとして、固まってることに気づきますよね。だから他人の評価が自分の評価なんですよ。
自分の評価でもっとできるぞと言っても、周りの評価が押し下げてみて、君はこのレベルだよねっていうのはずーっとすり込む。お前はダメだっていうふうに彼に言われた人が、いや、言われて育った人が国にいたとしたら、非常に悲惨なことになるわけで、ね。ダメな自分っていうのを繰り返しセルフトークしちゃうわけでしょ。そうすると、そのセルフイメージに張り付いちゃって、ゴール側なんて生きようがないんですよ。ってことは、コントロールしなかった。セルフトークをコントロールしなかったら、過去散々周りの人から評価された、過去の自分の評価のセルフイメージに張り付いちゃうんですよ。だからセルフトークをコントロールするって未来側に持っていくためにやるべきことなんだけど、やらなかったらなんと、セルフトークに自分のセルフイメージをコントロールされちゃうってことでしょ？だからそれは、決してやらない方がいいに決まってますよね。我々なぜかというと、過去、現在過去はもう関係ない。未来に思いっきりぶっ飛ばしていくんだって言ってね。過去を思いっきり切り捨てるわけだから、それやんなかったら逆に言うと過去に縛り付けられちゃうってことじゃないですか。だからということで言うと、もうセルフトークは徹底的に未来側、ゴールを達成した自分が本来もう当然できてるっていうことを前提にした、セルフトークを繰り返し繰り返しやっていくってことですね。これがまさに、やるべきことであり、これやらなかったら、現状のままになりますよっていうことですね。だからこれは、怖い話ですよね。どうすればいいんですかって、もうとにかくやるしかないですね。これこそね。もうコーチング理論は分かりました。実践ですってことです。もう理屈をこれ以上こねる必要はないと思うんです。とにかく実践。で、よく言うのが、まあこういうコンフォートゾーンの作り方の本の中にも書かれてますけど、だからこそ誰の言葉を聞きますかなんですね。誰の言葉を聞きますか、コーチの言葉しか聞かなくていいですよね。未来の自分自身のことを肯定してくれる人って基本的にいないですね。周りにはおそらく。完全に肯定してくれるのって、親は応援してくれる親っていうのがたまたまいたとしても、ぶっ飛んだこと言うと、それはちょっとやめてくれいいんじゃないのって必ず言ってきますね。やっぱり親ってやっぱとても親身になって心配するからこそ、こっちの方がいいんじゃない、あっちの方がいいんじゃないのって親の価値観で、悪気はないからこそ厄介なドリームキラーという存在になってきますけど、一番近い人、結婚されてるんであれば、奥さん、旦那さんがそういうことになるし、結婚されてないんだったら、彼氏、彼女がそういうことを言ってくる。新しいことをやろうとしたら、それはもう非現実的だからやめた方がいいよっていうふうに言ってくる。だからそういう言葉を聞かずに、自分の中でちゃんとしたゴールを達成して、自分のセルフトークをちゃんと作っていくってことですね。で、これがなかなか自分だけでできないのであれば、やっぱりもう最終手段というか、当たり前ですけども、コーチをつける。もしくは、こういう動画を見る。動画を見るって、いいですよね。対話はないにしても、まあ、ここで、チャットでいろいろ書いていただいてますけども、対話はないにしても動画を見続けることによって、その言葉がどんどん脳にすり込まれてきますよね。あとは、普段なかなかそういうポジティブな人がいないんだったら、ポジティブな人、エフィカシーの高い人に会いに行く、そういうのセミナーありますよね。そういうとこに来て、強烈にエフィカシーの高い人を体感しに行く、そこで記憶にする。自分の中で取り込めばいいんですね。で、我々はどちらかというと自分自身がなんかチャレンジしてはうまくいかなかった失敗の記憶の中で生きてるわけであって、そうですね。ふと思い出すやっぱりうまくいかなかった記憶の方がやっぱり定着しやすいようにできてるんですね。脳はついに博士も言ってます。で、もちろんそれは種の保存という意味では一回危ない目にあった時にはそこに行かないようにするという意味では、そういう記憶システムになっているというふうに説明はもちろんできるわけだってね。じゃあそれでいいのかって、そんなことはないです。自分自身を思いっきり自分の成長させていくとか、未来を思いっきり変えていくんだっていうことで言うと、そういうシステムからですね、積極的に変えていく、自分を思いっきり変えていくためには、やっぱり未来思考のセルフトークを徹底的にコントロールしていくってことをやり続けるってことですね。で、やり始めるとね、なんとかなります。うまくいったら、よし、自分らしいってね、Yes, I'm good ってやつですね。で、うまくいかなかったら、課題は一応確認し、よし、次は絶対うまくいくぞ。必ず次は、うまい結果を出すに違いない。ね。自分はできる、できる。ね。っていうふうに、自分に、盛り立てるような、こういう自分自身にかけていくってことですね。ということで、ぜひ、やってみてくださいね。これは、もうこれは、やるしかないっていうか、まさにこれ、ルーター数40年間のね、成果の大きな一つですよね。柱の一つだと思います。セルフトークのコントロールで自分のセルフイメージが変えることができ、で、コンフォートゾーンを思いっきり変えることができるんだっていうね。ここは、もう実証されてきますね。これ、
世界中で延べ3300万人以上がこの理論を学んできているという意味では、それをやってきているわけですから、まあ我々もね、ぜひセルフトークを今日この瞬間から、ポジティブに切り替えて、あ、なかなかできないんですけど、それを無理くりでもいいから最初意識に上げて書き換える。意識に上げて書き換える。それを繰り返しやってみてください。特に自分がダメだとかね、無理だとか、できないとかっていう言葉があったら、それはもう自分の辞書の中からね、もう、なくす。言わない。もう、自分自身は当然言わないし、これ例の時に言いますけど、それも気持ち悪いんですね。で、周りにそういうことを言ってる人がいたら、はんってこうって思わず反応しちゃいますよ。できないわけないよねって、できるよって、思わず言っちゃう。それが、もちろん、ね、街中歩いてて、立ち話してる人がいたらそういうことできるかって、なかなかそれはできないわけですけれども、自分の周りではそういう、ポジティブな人をどんどん増やしていきたいし、当然、コーチですから、コーチングを学んでる方がほとんどなんで、それは大丈夫ですけどね。そうやって自分の今後とどうもどんどんポジティブにしていくってことですね。ということで、質問をちょっとこう、あれば聞いてみましょう。ここもね、ポジティブなことを書いた方がいいですよ。学んでる方であればわかると思うんですけども、こういう SNS での書き込みもポジティブに書くとですね、自分のセルフトークになりますか、それが。で、脳に繰り返しますよね。で、それが、自分をポジティブにどんどんしてくるので、もっと素晴らしいとかね、そういうことをね、最高とかっていう言葉をね、口癖にするといいと思います。ということでね、ぜひ、まあ、ここまで来た実践、理論の説明が何となく中心のように見れますけれども、セルフトークはぜひ、この瞬間から、やってみてください。で、あとは、自分のね、思考ね、こう、凝り固まって、もう現状維持の方にガチッとこう固めないように、それをだからぜひ、ね、開いていくために、高い高いゴールであり、現状外側の高い高いゴールであり、ウォントゥーのゴールであり、で、それを達成できるという確信というか、もうゴールは達成すると確定すること。で、あとは、方法は後から脳が勝手に見つけていきますよということで、セルフトークを徹底的にコントロールする。最後にセルフトークの肝を言っちゃいますけれども、方法を探させるようにセルフトークしてみてください。これもかなり無料の動画で言うのはちょっとどうなのかなレベルのちょっと高い話ですけどね、レベルでした。どうやったらゴールを達成できるんだ、ね、このぶっ飛んだゴール達成法はどこにあるんだ、ぶっ飛んだゴール俺は達成するんだよ、今方法は見えてないだけだ、このスコットマン外すね、どこにその方法あるんだって、ね、逆にスコットマン外す方法はどこにあるんだって、ね、自分にその方法を探させるようなセルフトークをする。これをやるとですね、見つけますよ脳が。寝る前にやってみてください。びっくりすることが朝起きた時に起きる可能性もあります、ということで、今日は最後にね、秘伝中の秘伝をお伝えしました。ぜひセルフトークをコントロールして、自分の脳を、クリエイティブな自分の脳をですね、未来側に向けて、切り開く側にクリエイティビティを発揮させるようにうまくコントロールしてみてください、ということで、また次回お会いしましょう。はい、ありがとうございました。